はい、おはようございます。塚原農園です。今日は白菜の種まきについて紹介をします。今回は実際に種をまいていきます。まずは白菜の苗を作る期間は種まいてからだいたい2週間になります。結構他のキャベツ、ブロッコリーなどと比べると苗を育てる期間は半分ぐらいですね。そして苗を畑に植え付けをする時期は中間地、団地などでは秋の彼岸、だいたい9月の中下旬頃までに植え付けを済ませておく。こうすることで苗が大きく成長して大きな白菜になります。また種まいて途中発芽して苗がある程度大きくなってくる頃、早く植えてしまったり、逆に天候が悪かったり、またもうちょっと時期を遅らせようかと苗が大きくなったものを植えてしまう。これどちらも失敗につながります。小さい苗を植えようとすると根がまだきちんと出来上がっていないので、植え付けをするときに傷ついてしまうので、植え痛みということで病気になりやすいということと、根が小さいので畑にまだ季節的に暑いので水分を吸うための根が少ないので暑さで枯れてしまいやすいということです。で、大きい苗というものは、ポットの中にもともと含まれている肥料分などもだんだん切れてくる。そうすると上の方の葉っぱが黄色っぽくなりますよね。葉っぱは大きく成長していても全体的に肥料が切れて黄色っぽくなった苗などを畑に植え付けをすると、逆に根が広がるのがいつまで経っても遅い。そうすることで苗が畑に植えられても全然葉っぱが大きく広がらないと。そこへ台風が来たりするといつの間にか結球せずに小さいまま横に広がった、開いた、パサッとなった状態で失敗してしまうことがありますので、どの品種でもそうですが、種まいてからだいたい約2週間を目安に畑に植え付けをすると、そのようにして計画をして種をまくとやりやすいと思います。ということで、秋の彼岸までに植え付けがおすすめということで、ちょうど今の時期に種をまいておけば2週間後には秋の彼岸が来ますので、その頃にちょうど今に種をまいておくことをおすすめします。今回はビニールハウスで撮影をさせていただいていますが、もちろんこのようなビニールハウスがない方でも苗は簡単に作ることができますので、一緒にご覧いただければと思います。はい、それでは最初に種をまくために必要な、ポットを紹介をします。土を入れるための容器ですね。これは連結ポットと呼ばれるもので、縦が30センチ、横が30センチになって、マス目の違いはあるものの、みんな統一されています。正方形ですね。この一つ一つのマス目が数が少ないものほど、初めて家庭菜園にやってみて挑戦しようと思っている方にとっては、こういうマス目が大きいものの方がおすすめです。こちらは縦4、横4の四肢16の連結ポットですが、これはかなり梅土を使う分、その分乾燥から強くなりますし、また苗を育てている段階で結構根が広くこの中で作ることができるので、畑に植えた後の乾燥からも守れるので、初心者さんなどはこういったものがおすすめです。で、こちらが縦6、横6の6636の連結ポットになります。大きさは同じなんですが、マス目の数が全然違いますよね。四肢16、6636、約倍の、マス目があります。だいぶ家庭菜園をやってきて慣れてきたかなという方は、このぐらいのマス目、36の連結ポットがおすすめです。で、農家さんなどで一般的に使われているものがこちら、128個穴が開いている128のセルトレイと呼ばれるものがあるんですが、これはとってもマス目が小さいです。これは農家さんもはじめ家庭菜園の方でも今では結構使っている方がいるんですが、初めて苗を作る方にとってはこれは結構難しいので、おすすめはできません。ちなみにこちらのマス目が大きいタイプのもので、キャベツを例にですね、どのように苗が育つかという大きさの方をご覧いただければと思います。ではこちらの方で種をまいたものが育つと、これキャベツですが、はい、こんな感じです。とても葉っぱが大きいですよね。
梅土がたくさんマス目に詰められているので、その分根が広がるのを根域っていうんですが、根域がたくさんあればその分根が広がると。で、梅土の中に入っている肥料分もその分たくさんあるので、やっぱり葉っぱが大きくなりやすいんですね。で、根っこも大きい。だからこういうものだと苗を育てるたった2週間の間でも、まだ9月の上旬ではたまには、晴れ間が続くと暑い、で乾燥で枯らしてしまうという、こういう心配がないんですね。はい、次は、いろいろな白菜の品種がありますので、どういうものがどんな感じに育つかざっと紹介をしてきます。まずは CR お気に入りという、これ一つ例にして見ていきましょう。これはミニ白菜と書かれてますね。極わせと書かれてます。使い切りサイズ、食べ切りサイズなどを、例えば冷蔵庫に大きくて入らないという方はこういう小さいタイプがおすすめです。で、CR という根こぶ病に強いと、白菜は根こぶ病に結構かかりやすい野菜の一つなんですけれども、このように CR などと記載されているものの種を使うと、農薬に頼ることなく、こういう根こぶ病などなるべくかからないような状態で苗を植えた後、野菜が育ちやすいですね。種まいてから何日目で取れるかとか、例えばこういうふうに数字で表されているものが白菜にはほとんどあります。はい、で他にもいろんな病気があるんですよね。暑さから来ることもあるんですが、根こぶ病というものは地面から来る病気、ただ上から来るカビの胞子が原因というものも中にあるので、例えば暑さや雨に強くとっても作りやすいですよと、こういうものを選ぶだけでも初めて栽培をする方は育ちやすい白菜に仕上げることができると思います。で、もう一つこちら、今回視聴者さんから種を送っていただいて、ぜひ塚原さんのとこでも試験栽培でやってみてはどうですかということで、ついでにこれもご紹介しますが、野崎12号ということで、野崎というこれ白菜ですね。懐かしいですね。実は私の地元でもこの白菜、種品種あるんですね。ただこの、各地域によっても、例えば大げさに言うと北海道から、九州までと、地域によっては全然気候が違うと思うので、その地域で一番取り扱いの多い品種などは、ベテランの農家さんからベテランの家庭菜園の方から、やっぱり種をたくさん購入されているから取り扱い店でたくさん仕入れているという、まあ、それも一つの材料になると思うので、その地域に合った品種をたくさん植えられているもの、取り扱いされているものを選ぶのも一つの方法ですね。他にも病気、生理障害に強い品種、これは一般的に12月頃まで収穫を終えるものとか、甘くてすごく柔らかくて美味しいものの白菜などはもちろん美味しいとかってね書かれていると思うんですが、やっぱりその品種に応じて全然特徴って違います。見た目はそっくりなんですけどね。あと寒さが来て年をまたいで1月2月3月と畑に長く頭を紐で縛って頭縛りをしておく場合は、寒さに極めて強い寒くぐり白菜とか、だいたい90日と書かれている大病タイプのものなどを植えておくのも一つの方法ですね。誉れ2号とかという品種もそういうタイプになります。また色がいろいろあります。白菜も中切ってみて、黄心だと黄色ですよね。オレンジクイーン、もう今では皆さんご存知かと思いますが、オレンジ色が、まあ、すごく色が黄身が濃いんですよね。とっても彩りがいいので料理にも映えるし、そしてすごく美味しい、生でも食べられると、こういう品種もやっぱ今ではすごく人気があります。寒さに強いし病気にも強いと、大病黄心、大病性大玉と大きくなるし、80日タイプで年内にも取れるとかいろいろありますね。また今では100円ショップダイソーさんなどでも、2個で100円と、かなりコスパのいい種などもすごく育てやすいものも取り扱いされているので、これも皆さんの、菜園の大きさに合わせていろいろな品種を取り揃えたい方にとっては、こういう小さな小袋などもとても、おすすめします。そして今回種をまくために使う土なんですが、園芸梅土の中でも、種まき梅土と書かれているものが、おすすめです。苗を育てる、
育苗梅土っていうものもあるんですが、もちろんそれでも発芽させて苗を作ることはできるんですが、腐葉土的なもの、木の枝などが結構入っています。また水を与えると結構湿り気が多いので、白菜の種をまいて梅土がいつまでも湿っている状態だと結構根腐れなどの病気が出てしまう場合があるので、そこそこ排水性も良く、で保水性もいい、ちょうどバランスの取れた種まき梅土を使うことをお勧めします。このような種まき梅土などを開封したばかり、例えばバケツとかブルーシートなどに一旦開けていただいて、この梅土の水分量というものも調整していきましょう。パサパサにほとんど乾いていると思います。その場合はじょうろなどで、バケツなどで水を入れていただいて、少しずつここに加えてよく混ぜてください。それで仕上がりが、片手でギュッと握って手を離した時になんとなくお団子状に梅土がなっているぐらいがちょうどよく、で指で崩そうとするとボロボロと崩れるぐらいがちょうどいいです。握った時に水がボタボタボタと滴り落ちるようでは、逆に水分量が多すぎるので、その時は乾いた梅土をもうちょっと足して元にこんな感じに戻してあげてください。この理由っていうのもいろいろあるんですね。こちらの今回連結ポットの方に種をまかせていただきますが、獅子16の連結ポットに例えば梅土を詰めたとします。乾いているものだと一つ一つのマス目に入れても乾いているので、結構こういうものってふわっとしてるんですよね。なのでスポンジのようになってしまって入る梅土の量が少なくなってしまうということと、乾いているところに、梅土を入れて、そこへ種まいて、で最後水与えますよね。乾いていると下の方に隙間がたくさん空いているので、水が浸透すると下にある空気は上の方に逃げようと気泡となってプクプクと梅土から持ち上がってきます。そうすると種が移動しちゃうんですね。そうならないために先に湿らせて置いたものをこの中に入れて、それから種をまくと発芽がスムーズに行われますので、それも考えながらやっていきましょう。それではこちらに土を詰めていきます。今回は獅子16の連結ポットを使ってますが、6636の連結ポットでも十分大丈夫です。まずは真ん中にお山になるように梅土をてんこ盛りに入れてください。でここで指で広げます。ある程度広げたところで指先を使って軽く下に押してください。ギュッとではなくて軽くです。こうすることでこの下の方までびっちりと土が入ります。隙間をなくすために軽く押しているという、意味になります。そうすると一段下がりますね。足りなくなったらまた梅土使ってまた真ん中に開けます。で最後はすり切り落としてしまえば大丈夫です。また広げて余分な土は今度は下に落としましょう。連結ポットには一つ一つマス目の十字の枠がありますので、この枠がきちんと見えるように落とした方が、梅土を無駄にしないということですね。はい、そして梅土が詰め終わりましたら、そのまま種をまくのもいいんですけれども、なるべく下にトレーなど水切り穴が無数に開いている硬いプラスチック製のトレーがあるとすごく便利です。途中外で苗を育てている時に台風などが来ると飛ばされてしまうということで、玄関の中、納屋などにしまう時ってたまにあるかもしれませんよね。そんな時でもこれをつかめば、この連結ポットの端を持つことがないんですね。種まいて途中発芽したばかりなど、この脇を持って持ち上げるとどうしてもこの縁が隙間が空いてしまうんですね。そうすると朝一回毎日水やり今後やっていく中で隙間を伝って水が全部抜けてしまう。真ん中の梅土に水が湿らないと、与えたつもりでも上だけしか湿らず下にある根の層まで水分が保つことができなくて、
ある程度発芽した途中で急に元気がなく、しおれたりとか、また苗がいつまで経っても大きくならないのは、ここ隙間を伝って水が抜けていることによって水切れで、培土に入っている肥料がうまく根から吸えないので、種まいて発芽した白菜が上の方に大きくならないんですね。ここが大きい、小さい、大きい、小さいとか、またムラになる苗に仕上がる、そういう風になってしまうので、基本培土を詰めた後はこういうトレイなどに置いて一度こう慣らしていただいてから、それから種をまいて、あとはもうここを持って基本移動するようにしていただくだけでも、苗のムラ、枯れ、発芽不良などのを防ぐことができると思います。次は種をまくために穴を開けていきましょう。深さ1センチぐらいで穴を開けていきましょう。一つのマス目に一粒ずつ種を落としていきます。真ん中にちょんちょんちょんと指で一定の深さで開けていきましょう。極端に2センチ、極端に5ミリしか開けていないとかあると、それも発芽した後の苗の大きさにムラが出てしまう原因にもつながります。はい、それでは今回の使う種は、ダイソーさん、100円ショップのもの、2個で100円のものを代表で、任せていただきます。60日タイプなので早いですね。早生系になります。そして内容量なんですが、こちら1ミリと書かれてますよね。1ミリは白菜の場合だいたい100粒入っていると考えていただければと思いますので、 0.1 ミリリットルの場合は10粒、 0.9 ミリの場合はだいたい90粒、でも各種苗メーカーさんによって種は気持ち多めに入っていることがあります。うわーすごいいっぱい入ってる。はい、ざっくりとこんな感じです。まだ袋の方に残ってますが、すごいですね。この種、先ほど私他の品種の種をまいていたんですけども、それに比べてこの種は粒がすごく揃ってます。中には割れてしまう、輸送中に割れたりとか、あとは、小さいほんのわずかなんですけどね、ものとか、変形した形の種などがたまに混じっていることがある。だから、粒数規定のものよりも気持ち10粒20粒と各種苗メーカーさんは多めに入れているものですが、これはもう全てがいい種ですね。できれば種はまん丸いほど、また大きければ大きいほどとてもいい苗に仕上げるのは、そちらの方がどちらかといえば簡単にできます。それでは種をまいていきます。こちらは一つの穴に対して一粒ずつ種を落としていきます。今の季節、日中とても暑いので手に汗をかくと手にべったりくっついて巻きづらいですよね。ゆっくりと一粒ずつ巻いていきましょう。今ではもうどの種苗メーカーさんの種であったとしても、もうほとんど 100% に近い確率で種一粒巻いておけばもう一つ芽が出ます。そういうふうに思っていただければと思います。ただし先ほどもご紹介した通り、中にはやっぱり割れてしまうものとかあるんですよね。店舗に並べられている最中にお客さんがいろいろと品定めをしているだけでも擦れて割れてしまうとか、段ボールに梱包されているのびっちり入っているのでそれだけでも割れてしまったりとか、もともとちょっとちっちゃい種などもね、発芽不良などもありますけれども、そういうものを含めてもだいたい苗はいいものは、ほとんどの種苗メーカーさん、ほとんどというか全て、種は、発芽します。発芽不良の原因というものはやっぱり水の与えるのが足りなかった、ちょっと旅行に行って水を与えなかったとか、急に暑さが来てしまったとか、また購入した後に種を置いておくところを車のフロントガラスのすぐそばとか、すごく高温になるところに置いてしまったとか、そういうよっぽどのことがない限り、だいたいどの種苗メーカーさんもダイソーさんの種も一粒まけば一つ芽が出ていくと思っていただければと思います。はい、種まきが終わりました。このままでは種がむき出しになっているので、水を与えると種が移動してしまったり、また発芽した後胚軸が上の方に持ち上がってきて、で子供の葉っぱがハート型がぴょこんと出るんですが、支える土がないと途中倒れちゃうんですね。傾かないように
土を上にかぶせていきましょう。これを覆土と言います。この使った梅土で覆土とやるというのもこれ一つの方法ですが、今9月上旬では気温が高いですね。朝1回の水やりで途中日中乾いさせてしまうと発芽のムラになったり枯れてしまうことにつながるので、例えばこちらバーミキュライトというものが園芸資材であります。これ石を高温で焼いたものなんですが、それを使って覆土するのも一つの方法です。中身はこんな感じになっていて、園芸店ホームセンター、今では100円ショップダイソーさんでも私の地元では取り扱いがあります。もし見かけましたらこれで覆土をしてみてください。そしてもう一つが稲ニ科と呼ばれる珪酸カルシウムというもの、またAG 発泡ベジンなど、などがあるんですが、そういったものはこれですね、珪酸カルシウム、まるで軽石を砕いたものっぽいですよね。この中には珪酸質と呼ばれる肥料分と、カルシウム、が入っていますので、これで覆土しておくことによって、発芽した後、これが根から吸収されると固く締まった丈夫な苗になって、畑の暑いところに植えても、他のものに比べれば乾燥が、極端にですねこうしないというところで、こういうもので覆土するという方法もありますので、これは土壌改良剤なんですが、もしお持ちの方いましたらぜひこれを使って覆土してみてください。今回は家庭菜園の方で初めてやる方を想定してやってますので、バーミキュライトを使って上に土をかぶせていくような形で覆土していきます。大体使う量、としては縦横30センチのこのぐらいの連結ポットでしたら、お茶碗8分目ぐらいの量で大丈夫です。この梅土、黒っぽいものが見えなくなる程度に薄く撒くだけで大丈夫です。次はこの種をまいたものをどこで苗を育てていきましょうと、育てる場所、これ育苗床と言います。雨が直接当たるところでも別に大丈夫です。ただし急に大型の台風が来たりとか、今では急な集中豪雨とかゲリラ豪雨というものがありますよね。もしそのようなものが種まいた後直後からまた植え付けまでに来てしまうと、せっかく蒔いた種がこぼれてしまったり、苗が大雨、強い雨に叩きつけられることによって苗が折れてしまうことがあります。その時だけは中にしまっておけると、いつでも準備ができる方でしたら、下にコンテナとか、ブロック1個とか、角材などを置いていただいて、そこへこのように並べておくようにしていただいて、毎日水を与えていけばこれで十分育てることができますが、ただし今の時期は害虫が多いですよね。白菜を並べた場合、白菜は中でも苗は害虫に狙われやすいです。柔らかいんですよね。ふわふわっとしてます。で、色も少し黄緑色なので、虫が好んで寄ってきやすいです。その中で、今から、もうすでに発生しているものもあるんですが、例えば、モンシュロウチョウですね、青虫ちゃんなどが葉っぱをかじります。またタバコガとか、一番多いのだと多分コナガっていうものが、小さいガの成虫がすごい速いスピードで飛び回っている場合は要注意です。すごく卵をたくさん見つけて、あっという間に葉っぱ全部丸裸にされちゃうんですね。でもう一つが、芯を食べる芯食い虫っていうのがいるんですが、まあガの成虫がやっぱ同じくちょっと気持ち大きめなものが飛び回っていると、ちょっと目を離した隙に卵を見つけられて、もうあっという間に、全部芯まで根こそぎ食べられてしまうということがあるので、こういう外で育てる場合は、例えば冬の間に使うような100円ショップダイソーさんでも販売されていますアーチパイプとか、ああいうものを刺していただいて、防虫ネットとかをかぶせるとか、もしくはベタ掛けでもいいです。直接上にパサッとふわっとかけておく、飛ばされないように洗濯バサミできちんと固定をするなど工夫をしていただいて、そのまま発芽させて、少しずつこんもりと上の方に持ち上がってくる、まあ、それだけでも十分です。逆に絶対に置いてはいけないところも紹介していきます。一日中全く日が当たらないところ、もしくは、
半日陰のようなところですね。もう本当人が過ごしやすいくらい、真夏の暑さでも全然汗かかないよっていう場所に、種をまいてずっと置いておくと普通に発芽していい苗は作れるんですが、徒長して途中で柔らかい苗になっていざ暑い畑に植え付けようとすると、枯れてしまうんですね。やっぱ程よく厳しく育てるという意味で日当たりのいいところを、例えばこれ建物の北側なんですが、こういうところの湿り気のあるところなどで苗を置いたりするといい苗に仕上がるんですけども、見た目だけで実際には畑には植え付けができないような枯れてしまうような苗になりますので、その辺も置き場所に注意して日当たりのいいところ、風通しのいいところですぐに避難ができるような環境でやっていただければと思います。今回は家庭菜園の方でも簡単にできるということで、こちらの連結ポットに種をまいたもの、こんな感じで下に棚を設けてそこへ置いて、次は水やりですね、やっていきたいと思います。灌水作業です。じょうろでももちろん大丈夫です。最初さらっと水をまずは与えていきましょう。いっぺんにたくさんあげてしまうと水が下に浸透する前に上の方にあふれちゃうんですね。腹道も流れるし種も流れてしまうということで、まずはさらっと与えてあげます。で、一旦水を止めていただいて、ここで10秒15秒と待っていただければ、少しずつ与えた水が培土の真下に浸透していきます。で、これ1回だけだと種をまいた場合、特に発芽不良の乾燥による発芽不良が起きやすいので、もう一度しっかりと与えておきましょう。はい。で、一度に同じ場所にやるのではなくて、じょうろで与える時も散水ホースなどを使って水を与える時も、少しずつこのように動かしながら与えていくと溢れにくくなると思います。はい、これで OK です。そしてこの水を与える作業なんですが、種をまいた当日からこれから植え付けを苗を畑にするまで、毎朝1回同じように水を与えていきます。約種をまいた日から2週間から3週間で苗は仕上がると思います。あとは天気の具合を見て、ちょうどバッチリ土作りができていれば、その時にもう植え付けをしていくという形になりますが、やっぱり害虫などが多いので、できれば不織布などを1枚ふわっとベタ掛けして風で飛ばされないようにしたりとか、またビニールハウスで育てていない方がほとんどだと思いますので、軒下などに置いて雨が強く降っている時は避難をしたりとか、台風が近づいている時はこれごと風で飛ばされてしまう恐れがありますので、玄関の中にしまったりとか納屋にしまったりとか、そういういざという時のためにしまえる場所なども確保してやっていただければと思います。はい、ということで今日は白菜の種まきのやり方でご紹介をさせていただきました。今後苗が仕上がったら畑に植え付けをするやり方など、畝の立て方など、またマルチを使ったり使わなかったりとか、また白菜を植え付けをする土作りの準備とかも同時に後日やっていきたいと思います。そしてすでに種をもうすでにまいている方、苗がまあもうちょっと大きくさせた方がいいんだけれども、でも天気がちょっと今後わからないから早く植えてしまおうとしてしまうと結構失敗してしまうんですね。やっぱり最低でも2週間ぐらいは畑に植えずにそのまま育てて、ちょっと遅れてでもしっかりとした苗を作って植えた方が早く成長する場合もあります。また天気が崩れていてなかなか植え付けられないと、苗の方もちょっと黄色っぽくなってきちゃった、雨が降らないの反対で雨ばかり降っている、畑も耕せないという方も中にはいると思うんですが、そんな環境の中で畑に水分がたくさんありすぎるところへ人の足を踏み入れたりすると、せっかく柔らかく耕した畑を固めてしまって、
そこへ苗を植えたりすると、今後もし台風や大雨などが降った時に排水不良や根の広がりが弱くなって、大きく育たないこともありますので、ここは慌てず季節にきちんと天候に合わせて、苗を作ったものを畑に植え付けしてみてください。今日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。またよろしくお願いいたします。